今回の動画はワンノートで入力したテキストに文字組織を設定する方法をご紹介します。でワンノートではワードやエクセルなんかと一緒で入力したテキストにいろんなですね文字組織を設定することができます。それでは今回はこの2020年10月店長会議というここにですねいろんなね文字組織を設定してみたいと思いますんで、まずはねその文字組織を設定したいですね文字の範囲をマウスのドラッグで選択をします。はい、そうするとこの右側にですねこの文字組織の設定のね画面が出てくるんですけども、まずこのね B というやつですね、こちらねマウスのポイントを持っていくと太字というふうに出ますけども、こちらをクリックをすると文字を太字にすることができます。で同じくですねこの画面の上のところのねこのホームのところのこの B でもね太字にすることができます。はい、で次にその右側のこの A というところですね、こちらはですねマウスのポイントを持っていくとフォントの色というふうに出ますけども、この右側の矢印のところをクリックをしてもらうとですねこのフォントの色をね選ぶことができますので、例えばですけど赤色にしたいということであればこの赤のところをクリックをすると文字の色を赤く変えることができます。はい、では続けてもう一つ右側の A ですけども、こちらにねマウスのポイントを持っていくとフォントサイズというふうに出ますけども、ここをクリックをするとですねこのフォントのサイズですね文字の大きさを変えることができますので、今ねこれ11ですけども12とかに変えると少し文字が大きくなるということですね。でフォントサイズに関してもこのホームの中にあるこの今12というところですね、こちらをクリックをすると同じくフォントサイズを変えることができます。はい、では次にそれ以外の文字書式ですけども、これはですねこのホームのところにねいろんな文字書式が入ってます。まあ、例えば今このユーゴシックっていうところですね、こちらの矢印のところをクリックをするとこのねフォントを変えることができますし、あとはねこちらの i のところですね、こちらは斜体にしてですねこの u のところはですね下線をつけることができます。この辺はですね、ワードとかエクセルなんかとね、ほぼ似たようなですね、設定方法になりますんで、ワードエクセルを使っているという方はですね、感覚的に使えると思います。で次にその右側のこのペンみたいなボタンのところですけども、こちらねマウスのポイントを持っていくと蛍光ペンというふうに出ますけども、この右側の、ね、矢印のところをクリックをすると蛍光ペンで、ね、文字を、ね、引っ張ったような形でですね背景に色をつけることができますので、例えばじゃあこの黄色のところを選択をするとこういった形でね背景に黄色い色が入ります。はい、では次にですねこちらのボタンですね、このアルファベットの A のところにこの消しゴムみたいなねマークが入っているボタンですけども、こちらにマウスのポイントを持っていくと全ての書式をクリアということで、こちらをクリックするとですね今までねこのいろいろ設定したですねこの書式をですね全てクリアにすることができますので、ちょっともう一度選択をしてやってみましょうかね。こちらをクリックします。はい、そうするとこういった形でですね元の最初の状態に戻すことができます。はい、では最後にですね今やったみたいに自分でねいろいろとですね書式を設定をしてもいいんですけども、そういった書式をね設定するのがめんどくさいというふうに感じる方はですね、ワンノートにはスタイルという形でですねあらかじめ設定されている書式もあります。ではそのやり方なんですけども、じゃあもう一度このね2020年10月店長会議というところを選択をして、同じくねこのホームの中にある今こちら標準という出ているところのこの右側の矢印のところをクリックをしてください。はい、そうするとこの見出し1、見出し2みたいな形でねいろんなね書式のスタイルがあらかじめ設定されてますんで、例えばじゃあこの見出しの1というところをクリックをするとですねこの書式設定の方を変えることができます。なのでいちいちこのメモを取るときにですね書式をね自分で変えるのはめんどくさいという方はですねこのスタイルの機能ですね、こちらをうまく活用してもらえるといいかなと思います。でこのスタイルに関してもねこの一番下にあるこの標準というところですね、こちらをクリックをするとねいつでもね元の状態に戻すことができます。はい、といったことで今回の動画ではワンノートで入力したテキストの文字書式を変更する方法をご紹介しましたけども、見やすいメモをね作成していく上で最低限ねしておくといいですね設定方法になりますので、ぜひしっかりと覚えてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。